안녕하세요세라です바다입니다王室の中では내명부と외명부があるんですけど、내명부は女性の方、王妃が全部管理するので王妃の下の女性の方を내명부소속で、その中で地位とか、あの序列が分かれてる、階級というか、ね、分かれてるんですけどね、それが一番有名なジャン・ヒービンさん、ビンですよね、ワンビの一番すぐ下、不軍所属で本家があのビンです、ビン、そのビンの下が、あのビンはジョン・イルプンというんですね、正一品と言ってて、ジョン・イルプン・ビンの下がジョンですよね、ちょっとジョンじゃない、ショウじゃない、ジョン、ジョン・イルプンの귀인と言ってて、そこの下にどん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 、あの全部1分1分1分また変わって、ジョンからジョンにまた変わるんです。でそのようなあのちょっと품계 が変わるので、王様の奥さんであっても、ビンは夫君という位置なんですね、立場ですよね。なのでワンビとビンは本当に差がこんなにあるんです。序列があるので、なのでワンビが내명부を管理するので、내명부に何か問題があった時、ワンビがあの叱ったりとか罰を与えたりとかするんです。王妃の上にデビ、大妃ですよね、大妃の上に大王帝妃とか、じゃあ、もうすごい力の差はあったってことですよね、階級によって。なので내명부で何か問題があった時は、王様も手を出さないんです。それは내명부の仕事だから、王様はあの手を出さないでくださいと言うんです、王妃が。なので女性で起きたことは、女性の一番上の王妃が管理するから、王様も助けができなかったと思います。それで夫君の序列で、王様が上のビーンが好きじゃなくて、その下のソイだったりスギが好きだったら、このソイとかスギの階級を上に上げるんですよね、ビーンの下。そうです。だからどのくらい王様の愛を受け入れたかによって、あのこうやって階級が変わるんです。それで等位がどんどん上に上がっていったっていうことになるんですか。そうです。そう、내명부の人たちは夜、王様がどこに、あの寝る場所がどこかをいつもどこ、あの夫君たちは全部チェックしなきゃいけない。それで自分もアピールしないとね。そうで、王様と一晩を過ごすことでもう階級が上がったりとかもするので、それが女性の내명부の権力の戦い。すごいですね。そうですね。そうそう。それで庶民から入れる方もいるんですよね。そうですよね。庶民出身から軍に、大手に入って仕事をするんですよね。そうして仕事を知ってる中に王様の目に留まって、それで王様と一晩過ごすことは성은と言うんですよ。だから성은을입다と言うんです。で성은을입게되면、성은をもらうようになったら、もう階級がバッと上がるんです。そうです。성은닿게でも、もう全然違うことになるので、で성은をもらうために一生懸命あの軍隊に入って王様の目にあの映るようにすごい頑張ってる。それが一番有名な人がジャン・ヒビンさんですよね。そうそうそう。そのような女性のあの조선시대の序列がバーッとあるので、それを見て参考して、ドラマ見ると面白いと思う。では、오늘도 좋은 하루 보내세요. 안녕.